はい、皆さんおはようございます、今日は9月の24日、土曜日ですね。はい、昨日はよく降りましたね。台風15号だったかな、あれの影響でね、特にあの東海地方がねひどかったんですけど、僕の住んでる高山もね結構降りまして、ホームリバーはすごい濁流でしたね。はい、というわけで今日はね、富山県まで足を伸ばします。こちらですね、見えるかな。南砺市の戸賀村にある、戸賀川ですね。はい、そちらに来てみました。こちらもね雨が降ってたみたいなんだけど、川は綺麗ですね。濁り入ってなくて、ただちょっと水は多いよって言われたんで、そうだね、でもだいぶ引いた後だよねこれね。はい、今日はこちらでね釣りをしてみようと思います。ちなみにこの戸賀川はね初めてです。今日初めてです。仕事ではねよくちょくちょく来てるんですけどね、ここに周辺にあるねダムとかその、設備ですねなんかの仕事でねよく来てるんですけど、釣りは今日初めてです。はい、じゃあね早速準備してやってみましょうか。はい、川まで来ました。これ水が引いた後に言うとこの辺までちょっと水あったみたいだね。ね、草が寝てるし、ということはだいぶ増えてたんだね。だけど今はなんとか釣りができるレベルまでは下がってますね。この辺からちょっと釣り登ってみましょうか。ちょっとこの、その下でもいいか、この岩のねとこからやってみましょうか。この落ち込みの手前とかいそうだね落ちる寸前。イワナってこういうとこ好きだね。結構やっぱ水多かったんだね。そうだね、松川本流はもう濁流になってましたからね、もう釣りができる状態じゃなかったんでね。落ちたぞ、落ちたやっぱついてたね。一旦イワナじゃないか。おお、イワナ、おお、イワナじゃん。お、釣れた釣れたぶっこ抜いちゃったけどおお、いい罠だおお、しょっぱないい罠来てくれましたよ。よっとした。はい、イワナくんです。これも放流したやつかね、ちょっとわかんないね、ちょっとわかんないけど、まあ放流かね。がっちり食ってるね、これがっつり食ってる。ありがとう。まあ20センチちょっと切るぐらいかな。18センチ、19センチぐらいだけど。はい、ありがとう。お、なんか幸先いいぞ。幸先いいぜ。早速1匹釣れました。やっぱりいたわ。いたね。今日も言わなじゃないか。はい。おお。なんかブルックみたいな。ああ、落ちちゃった。落ちちゃったけど。ブルックみたいな。いい罠だったな。天然かな、今のやつは。やっぱついてたね。なんかいい感じでついてるね。これは。期待できるじゃないか。まずこっちからやっとくか。
うじゃん。そう。はイワナだね。これは。今日ネットでよかった。はい。はい。出た。はい。イワナ。うん。久々にネット。そんなに大きくはないけど。うん。いいわなで。はい。イワナくんです。素直に出てきてくれましたね。うん、まあ16センチぐらいかな。はい、ありがとう。はい、OK。 うん。うん、まあ秋程度に釣れるね。いや楽しい楽しい。よっしゃ。また違って見えるね。ポイントが。もう岩のポイントだな。いるでしょ。ないかな。お、来た。お、来ちゃった。お、いいやつ。お、でかいでかいでかい。お、なんや。でかいでかい。でかいでかいでかい。お、でかいでかい。お、今なかな。お、でかいぞ。尺、尺ありそう。お、尺ありそう。お。お、いやー、イワナじゃないか。お、でかいでかいでかい。あ、ニジマスかな。あ、ごめん、ニジマスだ。やっぱいたんだ。あ、でかいよ、これ。これ入るかな、ネットに。あ、この引きはもうニジマスだね。がっつり食ってんじゃないか。こんなニジマスも入ってんだね。あ、まあニジマスって書いてあったからね。おお。おお。ああ、でもこいつがいたからかな。ちょっと他の魚がいないのって。もう可能性はなきにしもあらずね。糸かかってる。おい、おい、入った。おお、いいニジマスだ。言わなかと思ったけど、ごめんなさい。あ、でも尺は超えとるね。ああ、32、33ぐらいかな。先に引っ掛けしましょうか。よし、はい、ありがとう。はい、はい。放流もんだね。うん、尻尾すると、尻尾からするとね、ちょっと放流されたんだね。ちょっとわかんないね。はい、うん、まあ、尺は超えとるね。うん、はい。いい罠だ。いい罠じゃない、いいにしますだ。うん、いいにしますですね。うん、そうだね。35、まあ、40まではないね。あ、40まではない、40まではないけど、はい、いいにしますさんでした。はい、ありがとう。あんなでっかいにしますが入ってんだね。ここはいいね。うん、ここは、いつでもそうだね。あ、あそこもいいけどね。
ら来たよ。これニジマスじゃないか。あー、ちょっとニジマスっぽいな、これ。ニジマスだね。あ、ニジマスだね。あ、この大きさも入ってるんだね、やっぱね。あー、そうなんだね。はい。ニジマスくんですね。ニジマスくんでした。うん。おー、はいはいはい。はい。はいはい。おめんごまさ元気ね。はい、水松くんでした。うん、はい、ありがとう。よし。よし、ちょっと今ね、フライを無視されたんで、ちょっと変えてみました。今ね、黒とグリーンだったのかな。今度ちょっと、これは何かな、ちょっと明るめのやつね。はい。イワナには、ニジマスは釣れたけどね、イワナはダメだったから。多分ここにいたのイワナだと思うんだけど、うん、あの、滝つぼの方にね、落ち込みの方に走ってったんで。結構いいやつもいたんだよ。パターンを変えてみましょうか。サイズは一緒ですね。12番。起きちゃうじゃん。ほら。あ、これはもうニジマスだ。ニジマスだ。お前は何でも食うな。これはニジマスだね。うん、この走りはニジマスだね。いやー、お前じゃなかったぞ。さっき言ったやつは。これもいいニジマスだ。一発で食いやがったな。さっき無視したのは、うん、完全にイワナだったから。はい、ありがとう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 。はい、ニジマスくんです。はい。いやー、お前じゃないだろ。前じゃないよ。よっしゃ、ニジマスだ。この辺ニジマスいっぱい入ってんな。放流したんだな、多分な。うん、このニジマスだ。この辺はニジマスだね。おお。よし。ねえ。うん、これもニジマスだね。はい、はい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 。ニジマスは何でも食べるな。うん、はい、ありがとう。この辺なんかニジマスばっかだね。これは遅れ罠だ。もう遅れ罠だ。遅れ罠だ。遅れ罠です。ああ、イワナだ。ああ、なんか久々のイワナくん。はい、来たけど。イワナくんは負けずに入るんだね。はい。ああ、でも、渋いところに。やっぱイワナはこっちの方がいいみたいだね。はい。まあ、15センチぐらいかな。うん、ちょっと可愛いけど。ニジマスに負けずに。はい。釣れてくれました。はい。はいはい、はいはい、はいはい。うん。まあ、20センチちょっと切るけどね。はい。はい、ありがとう。はい。はい、ありがとう。うん、まあ、でも脇の方に追いやられてるな。
丸飲みしてる、丸飲みしてるわ。よっしゃ、はい、岩野くんでした。吹いちゃったか。あ、ごめんごめんごめん。あ、外れたか。あ、行っちゃった。そう、言わなくでした。はーい、そしたらね、今ちょうどお昼ですね。うん。今ちょうどお昼になったとこですが。今ね、一つ山を越えて別の川に来てみました。うん、これは百瀬川ですね。はい。多分水多いんでしょうね、これ。うん。でね、今ちょうどここでね、今この下流かな。うん、下流で、ちょうどね、ルアーの人、上がられたんで、話聞いたんですよ。まあ、20センチぐらいまでならいるよって言われて。まあ、フライでするのはそのぐらいでね、十分ですね。はい、まあ、この百瀬川も初めてですからね。さあ、ちなみにここはね、百瀬川の、管轄、一番最下流ですね。この下にあのダムがありまして、菅沼ダムだったかな。うん、そこまでがあの百瀬川のね、管轄なんで、一番下に来てみました。ちょっと今日はドライは厳しいんじゃないか。水が多い上に天気も全然晴れてこないね。昼からかな、まあ、雨降ってんだよな。今ちょっと寒かったからね、ちょっとカッパ来たんだけど。あ、来た来たよ。いたいたいた。これイワナじゃないか。あ、ニジマスだ。お、こっちもニジマス入ってるね。しかもちっちゃいね。ね、ニジマスだわ。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい。あ、ニジマスいるんだ、こっちは。あれ、ニジマス入ってなかったと思ったんだけどね。はい。トガハに戻ってきました。うん。いや、百瀬川は、ちょっとイメージでしたね。うん、というわけで、まあ、こちら、戻ってきましたので、うん、やっぱこっちは、水槽も、やっぱ水は少ないね、こっちの方がね。百瀬川はやっぱ水多かったよな。釣りにくかったですね。魚がね、いまいちだったね、これにね。よっしゃ。先ほどルアーの人がいたからな、この園庭までだな。ちょっと下流から釣り上がってみようか。よし、あとはシラミツムシに越えとくか。あー、いたいた。あー、そうだ。まだいるじゃん。今のはイワナですよ。まあ、ボディーネか。来た、来たよ。これはイワナじゃないか。あ、イワナだ。おー、岩野くんだ。ちっちゃいけど。はい、岩野くんでした。ラスコを飾るにはちょっと可愛いね。はい。はい、今、川から上がりました。うん、今4時くらいかな。いやー、一日こんな天気でしたね。晴れるかと思ったんだけど。うん。まあ、初めてにしては、釣れた方じゃないですかね。うん。まあでも、あれはね、イワナとヤマメかと思ったらね、ニジマスが結構入ってるんですね、この川ね。
ね、しかもあんなでっかいやつ、ね、40センチ近いでかいやつもいたしね。はい。あ、でもまあ、百瀬川も行ってみたんですけどね、百瀬川はちょっとあんまり、あんましくなかったですね。あっちのニジマスの季節ばっかでしたね。はい。はい。じゃあ、今日はね、これで終わりたいと思います。はい。それでは皆さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。